成熟後最前線1515について見ていきましょう。まずは基本情報です。出版社は研究者、発売日は2024年4月23日、著者の3名は英単語最前線2500と同じとなっています。最新の入試問題を精査し、最品質の基本熟語から難関大を突破する最前線の慣用表現までを集めたということで、いわゆる総計や宮廷といった難関大対策に向いた熟語帳になっています。熟語だけでなく比喩、ことわざ、口語表現も収録されている点が唯一無二といった部分ですね。ここで他の参考書とページ数と見出し語数を比べてみましょう。英熟語最前線は比喩、ことわざ、口語表現を省き重複も考慮すると熟語数は1156となります。解体英熟語の分厚さが際立っていますが、英熟語最前線は見出し語数の割にページ数が少ないことがお分かりいただけると思います。後で見ていきますが、つまり中身の文字の大きさは結構小さめで、レイアウトもかなり詰め詰めです。もしかするとこのあたりがうまくはまらない人もいるのではないかなと読んでいて感じたので、購入する際はそのあたりも考慮するようにしてください。では続いて中身を詳しく見ていきましょう。英熟語最前線は最品質の慣用表現グループ、最品質の基本熟語、読解で狙われる重要熟語、難関大を突破する最前線の熟語、そして比喩表現、ことわざ名言、口語表現という全8パートとなっています。読解で狙われるというところに着目した熟語帳も他にはなかなかありませんね。まずはパート1の最品質の慣用表現グループですが、文法語法要素の強い慣用表現及び熟語類型表現で全28のグループに分類し、375の見出し語を学習します。ランク順英熟語やシステム英熟語のように似た表現が固められているので結構覚えやすいパートになっていると思います。また中堅大学のレベル1、難関大学のレベル2と3つのレベルに分けられているので、レベル1からまずは一気に覚えるという使い方もできますね。このパートのウィークポイントを挙げるとすれば、例文と解説が一切用意されず意味だけ書いてある熟語が結構あるところでしょうか。ただ熟語に関しては似た形のものをまとめて覚えるというのはかなり有効なので、それほど気にする点でもないかなと思います。そしてパート1で出てきた語はパート2以降で出てくるものもあります。重複熟語数は数えたところ95個でした。続いてパート2からパート5まで一気に行きます。2は基本熟語、3は読解で狙われる一義の重要熟語、4は3の多義バージョン、5は難関大向け熟語です。パート2から最終パート8までは同じレイアウトで、英語のすぐ下に赤字の略例が書いてあり、例文はもちろん、言い換え表現、範囲表現、語源を使った記憶のコツ、関連表現といった充実した関連情報が用意されています。この関連情報の豊富さが英熟語最前線の強みになるでしょう。ですが、この関連情報の充実度ゆえに、この英熟語最前線はかなり重たい教材に仕上がっているなと感じました。この情報量と他とは違う独特なレイアウトを受け付けない人は一定数いるのではないかなとも思います。他で例えるとしたら鉄壁みたいな感じでしょうか。ただこの関連情報もうまく料理しながら覚えていけることができれば、強固な記憶と理解につながっていくでしょう。そしてもう一つちょっと微妙かなと感じたのが、この熟語の配列で、例えばパート3とパート4ではこのように似た形で覚えられるようにセクション分けされているのですが、このパート4セクション1の例のように付属している前置詞がバラバラな状態で並んでいるので、もう少し同じ前置詞でまとめたりする工夫があればさらに覚えやすいのになと感じてしまいました。このあたりは個人的にはマイナスポイントですね。続いてパート6の比喩表現です。レイアウトはパート2から5と同じなので割愛します。102の比喩表現が掲載されているわけですが、従来の受験参考書ではなかった試みです。比喩表現を押さえておくことで、もし出た場合、文法問題においては明確に有利になりますし、長文問題においてもこの表現の意味と同じ英文を選べのような問題について、本来文脈判断のところを知識で乗り切れたりするメリットがあります。よってこのパートについて特にデメリットはないと考えます。最前線を使うことによる強み、差がつけられる部分ですね。続いてパート7のことわざ名言ですね。ヴィンテージのイディオムの章にことわざ問題があったり、基礎英文法問題成功の別冊解説書にことわざまとめがあったり、現在は絶版の日英社の高校中級上級用英作文にてことわざ問題があったりしましたが、これらではいずれもほんの少ししか扱っていなかったので、99とここまで多いことわざを扱うのは受験参考書ではおそらく最前線が初と思われます。ことわざを学習すると何がいいかというと、まず上がるのは英作文です。これは私がネットや所持している参考書を駆使して集めた過去のことわざの出題歴ですが、東大、京大、一橋、阪大といった難関大から、最近では愛媛大や岩手大といった地方国公立でも出題されていることがお分かりいただけると思います。このように英作文で品質なので作文問題において有利に出られるでしょう。ですが自由英作文の対策として、ことわざの英語と意味を暗記しただけでは不十分で、そのことわざが結局何を言いたいのかの本質を抑える、そのことわざの考えについての賛否を考える、および各練習をすることが必要になってくると思います。例えば複数本に帰らずということわざが結局何が言いたいのかを知らないと全く意味がない上、自由英作文では複数本に帰らずを英語で書けるかどうかではなく、それについて自分がどう考えるかを問われるわけです。そのため、99と見出し語は非常に多いですが、全て英作文するまではいかなくとも、聞かれたらこうやって答えようぐらいのシミュレーションをしておくのがおすすめです。また、ことわざのためだけに買うのはありかというコメントが来そうな気もしますが、ちょっと高いのであまりおすすめしません。英語のことわざ48個について品質度を明示して詳しく解説してくれているサイトがあるので、そちらを読んでおくことをおすすめします。概要欄にリンク貼ってあるので、時間ある時にでもぜひ読んで用意された PDF プリントを印刷してみてください。続いてパート8の会話表現ですが、まあそれ以上でもそれ以下でもないですね。ひじい先生のやつとか他にも会話対策用はあるので、そこまで他と差をつける的な要素ではないかなと思います。最後におまけ程度ですが、巻末にパート1とパート2の暗記シートの用意、そしてダウンロード要素としてパート3以降の暗記シートと音声があります。
使いたい人は活用してみてください。ではここで個人的な英熟語最前線1515の評価ですが、十分にお勧めできるが、安易に手に取るべきではないと結論付けさせていただきます。やはり豊富な関連情報をうまく活用しながら覚えていけるかがこの最前線のポイントになっていきます。そこを活用できないとわざわざこれを選ぶ意味がなくなってしまうかなと思いますね。また、難関大志望以外はこれを使う必要はないです。ですがこれをやり込んで完成させた時の効果はかなりのもので、難関大の熟語についてはまず困ることはないぐらいの完成度に仕上げられます。選ぶ場合は高3からは避けた方が無難、時間とやる覚悟があるか、レイアウトや字の大きさで嫌にならないかよく考えてから選ぶようにしてください。比喩表現とことわざを収録したという独自性は大きく評価したいポイントです。そして最前線以外にも難関大対策用の熟語の選び方はいろいろあって、速読英熟語やターゲット線に英検準1級単熟語 EX を加えるのもいいですし、システム英熟語や解体英熟語など既存の難関大用熟語教でもいいと思います。最前線一強という環境になるよりは人によってまだまだいろいろな熟語教が選ばれる時代は今後も続くだろうなと感じました。いずれにせよこれらの熟語教の中でも最前線はかなり重いと思ってください。また、速読英熟語やターゲット線の後に2冊目として最前線をやる案ですが個人的にはよっぽど時間がない限りは反対です。2冊目の英単語教もやりたいですし、他の科目のことも考えると結構優先度は低いかなと考えます。2冊目が欲しい場合は単熟語 EX を2冊目の単語教を兼ねてチョイスするといいでしょう。最後におすすめの使い方を示します。まずはパート1をすべて覚えるようにしてください。グループ化されているのでここをきっちり覚えてからやるとそれ以降の熟語暗記にかかる負担が減ると思います。その後はパート7以外を覚えていきましょう。パートごとに覚えていくのがおすすめですね。最後にパート7ですが、先述したように自流英作文に関わってくるので自流英作文の書き方を抑えてから取り組むといいです。本質や自分の賛否を考えながら取り組んであげると効果倍増ですね。全パートに共通ですが、関連情報のところも読み飛ばさずしっかり読み込んで理解しながら進めるようにしてください。というわけで英熟語最前線1515のレビュー、いかがでしたでしょうか。難関大対策用熟語帳としてはかなり完成度が高く、やりがいのある熟語帳となっていました。最後に英熟語最前線1515をご検討していただいた研究者様に感謝の意を表し締めの挨拶とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。